皆さんこんばんは。私はですね、今京都駅に来ております。これからですね、日本で一番遅い時刻まで走っている終電に乗りに行きます。こちら現在の時刻が11時17分でありますね。この23時33分西明石行きってやつが、終点の西明石に着く時刻が1時38分現状日本で最も遅い終電になっています。次に遅いのがね、 JR 東日本が運転している上野発高崎行きってやつで、あっちは1時37分なんですが、もともとあっちの方が早かったんですよね。それが確か2年ぐらい前のダイヤ改正でこちらが時刻変更を行い、結果的に日本一になりました。京都駅4番線5番線ホーム、一足先に出る大阪行きの各駅停車を待っている人が列をなしています。ここはちょっと少ないですが、もう少し階段の方に行ったらもっと大勢並んでおりました。私が乗るのはこれの1本あと4番線の方です。もうすぐ電車入ってくるはずです。やってきましたね。大阪方面からの京都行きとして入線してきました。4両編成の207系電車でやってきました。もうすでに表示は西明石行きに切り替わっています。全然お客さんがいないので、今のうちに停車駅についてご紹介しておきましょう。京都を出るのが23時33分、そこから各駅に停まっていって、高槻が23時55分で、大阪で8分間停車します。この間に新快速の電車に抜かれまして、大阪発が0時28分、神戸方面に向かう電車の最終電車になりますので、多分ここから混むでしょうね。で、尼崎0時36分、芦屋0時49分、神戸三宮で1時6分、この時点で十分遅いですけれどまだ続きます。1時10分が神戸で、ずっと1時20分台も普通に走り続けて、明石1時35分で、西明石が1時38分と、昨今はですね、コロナの関係もあって深夜帯の利用者数というのは特に減ってきております。もともとね、働き方改革とかで、夜遅くまで残業減りましたから、ここ数年減ってはいたんですが、コロナでそれが顕著になりました。当然こんな1時38分までそんな遅くまで走っている電車は当然廃止されまして、大阪駅0時0分台の電車が最終電車になっていたはずです。京都駅発車時点でお客さんはあまり乗っていません。1両につき多分現状10人ぐらいかな、まあ、発車間際に駆け込んでくるとは思いますが、京都駅を2時間半ほど遅れて発車しました。ここから2時間と5分にもわたる長旅です。終点まで乗り通すのはまず私くらいでしょうね。京都駅を20分後に同じ西明石行きの新快速途中駅をすっ飛ばしていくタイプの列車が運行されているからです。最初の駅西大路駅、だいたい10人くらいが降りていったかな。ダイヤが遅れていますので、あんまり駅での停車時間は取りませんでした。10秒ぐらいでもうさそくさと発車していってしまいました。もう各駅のホームでどれぐらいがお客さん降りるかとかの撮影はもう諦めました。現在止まっているのは2018年だったかな、割と最近開業した JR 総持寺駅です。扉はだいたい10秒ぐらいしか開いておりませんでしたね。普段お客さんが多い時はこんな短時間しか開けないっていうのはできないかもしれないですね。大阪府と京都府の境目あたりで阪急電車と並走します。向こう側を走っているのは高槻市止まりの通勤特急だったかな。高槻市止まりですから、あんまり向こうもお客さんは乗っておりません。そしてこちらも JR 高槻駅に到着してきました。新快速も止まる大阪府東部の主要な駅です。ホームではだいたい30人くらい待っていましたかね。といっても京都駅から乗ってきたお客さんはもう高槻の時点で大部分が降りてしまっておりますから、座席はガラガラ、一車両につき10人乗っているか乗っていないかそれぐらいしかおりませんでした。岸辺駅のあたりで12時を回ります。12時を回ってもまだ1時間半ぐらい走り続けるわけですからね、本当に凄まじいです。さて次が新大阪駅、言わずと知れた東海道新幹線の西のターミナルです。ちょうど東京からやってきた新幹線の最終とこの電車が接続するのかな。ホームにもそこそこお客さんが待っておりました。東京駅を21時20分ぐらいに出て、その日のうちに西明石駅まで着いてしまうのです。深夜帯のお客さんが減ったのは撮影がしやすいですから私にとってはありがたいんですけれども、
昔と比べると本当に寂しいものがありますね。淀川を渡っていよいよ日本第二の都市の中心、大阪駅に入っていきます。百貨店やオフィス、繁華街がね、高校と灯っていて、さすが日本第二の都市だなと、この街に来ると毎回感動するものです。この列車は神戸方面への終電ですから、ホーム上には何人ぐらいだったかな、一車両につき10人ぐらい並んでいました。ここで8分ほど停車、小休止となります。1年ぐらい前、割と最近だったと思いますが、ホーム上の安全を図るためにホームドアも設置されました。この駅でかなりのお客さんがおりましたね。この普通電車に接続する新快速なんですけれども、向こう側のホームに発着するんですよ。あっちの方は結構人がたくさん並んでおりますね。で、わざわざね、終電ですからご丁寧に、新快速は4番乗り場の方、違うホームの方に、着きますよということをちゃんと案内をしております。で、その3分後に私が今乗ってきた西明石行きが天ヶ崎とか三宮方面への最終電車となるわけです。新快速の電車があちらの方にやってきました。あ、全然乗ってる人いないですね。まあいるにはいるんですけど、一車両につき10人ぐらいです。この電車と相互に接続を取ってからの発車。新快速の方から乗り換えて来られましたけれども、本当に数えぐるぐらいしか乗り換えてこないですね。向こうの新快速は堂々たる12両編成、一車両につき20人ぐらい乗っていますね。発車していきました。でもこれに乗り過ごしてもね、どうせ私たちが乗るやつも同じ行き先ですから。駅の案内放送でも天ヶ崎三宮方面への最終列車ですという案内をしております。この後の電車はもう回送、普通東京止まり、普通東京止まりということで、全てこの駅止まりになってしまいます。もう新快速が出て後がなくなりましたからね、こっちにも続々とお客さんが、続々とというほどではないですけれども、乗り込んできます。終電で、月曜日とはいえですよ、全然立ち客がいないですからね。いや、昔の大阪駅だったらこんなことはないと思うんですが、それだけね、夜中まで飲み会をやるという行為が、自粛になったのか、それとももう飲食店自体が夜中まで営業しなくなったのか分かりませんけれども、すっからかんだすっからかん。もっと人が山のようになってきてね、撮影どころじゃないかなと思ったんですけれども、こんなもんですか。コロナで完全に変わりましたよ。発車30秒前になって結構続々と乗り込んでいきますね。私もそろそろ乗っておきましょうか。ほとんど定刻通り大阪駅を発車。お客さんは座席が半分くらい埋まる程度。いや、本当に少ないですね。コロナ禍前では考えられないくらいの少なさです。いくら月曜といえども終電ですからね。以前ならお客さんで溢れていたはずです。さて、天ヶ崎駅に到着。 JR の宝塚線という路線と乗り換えることができます。向かい側に止まっていた電車が JR 宝塚線の電車です。乗ってくるお客さんの方が若干多かった気がしましたね。同じホームで乗り換えることができますので非常に便利です。向こうの方も座席の着席率が半分くらいでしょうか。0時36分、完全に同じ時刻に発車していきます。天ヶ崎駅を発車。まだここから終点まで1時間ぐらいありますからね、本当に恐るべき電車です。西明石まで各駅に停まって、それぞれでだいたい20人ぐらいお客さんを少しずつ降ろしていきます。今着いたのが、これは立花駅ですかね。お客さんが降りるとホームで待機していた駅員さんが、お客さんまだ残っていたりしないかなと確認した後でホームの施錠などを行います。こちらが2017年に開業した桜宿川駅。この辺りは関西の高級住宅地として結構人気がある街なんですけれども、沿線の人口もかなり多いです。新快速も止まる芦屋駅ではずらずらと40人くらいが一気に降りていきましたね。時刻はいよいよ午前1時を回りました。ちょうど神戸市に入ったあたりです。次の停車駅は神戸最大のターミナル三宮駅。神戸は大阪にとっての住宅地としての性質もありますが、
同時に京阪神の三大都市の一つとして非常に多くのオフィスが集まっている地域でもあります。もう午前1時6分とかそれぐらいでしたが、この駅から乗ってくる人たくさんおりましたね。ご覧のようにホームでも大勢のお客さんが電車の入線を待っていました。この車両にはだいたい10人ぐらいが乗ってきたかな。大阪発車時点よりもこの三宮発車時点の方がお客さんは多かったような気がしますね。夜遅い時間ではありますが、そこまで眠りかぶっている人はあんまりおらずに、スマホなどを見ながらみんなしっかり意識を保っていた、そういう印象がありました。向かい側の方も貨物列車が通過していきます。この路線は日本の東西を結ぶ重要な幹線の一つでありますから、特に深夜のこの時間帯には貨物列車が大量に運行されています。東京とかに住んでいる人はあんまり貨物列車見ることがないと思うので、人によってはすごいワクワクするかもしれないですね。無事帝国通り三宮駅を発車していきます。次が元町駅です。元町という名前の通り、神戸の元々の繁華街があったところで、結構たくさん飲み屋さんが軒を連ねております。向かいのビルに私たちの電車が映っておりますね。やはり元町駅でもそこそこお客さんが乗り込んできました。と同時にそこそこの人が降りていきます。これ映ってるのは神戸駅かな、元町駅の次ですが、向かい側のホームを見ると深夜に行われる保守点検の準備などを行っていましたね。列車の安全運行には欠かせない非常に大事な作業です。2021年にこの電車が廃止される一つの理由も、ああいった保守点検の時間を確保することにあると JR は発表しております。時刻は午前1時20分を回っております。到着したのは神戸市の西の方にある須磨駅。本当に大都市の近くなのかって思いたくなるぐらい非常に綺麗な海がホームから見渡せるんですけれども、残念ながらこの時間帯はもう真っ暗闇で何も見ることができませんでした。この駅が舞子駅です。本州と四国を結んでいる高速道路のすぐそばに設置されておりまして、ここから四国方面へ向かう高速バスに乗り換えることができます。がさすがにもうこの時間に高速バスは運行されてはおりません。いよいよ午前1時30分台に突入。終点の一つ前、明石駅です。さすがにこの駅から乗ってくる人はいないだろうなと思っていましたが、一人だけホーム上で待機されていましたね。晴れている時間帯にはホーム上から明石城を望むことができる、なかなかダイナミックな駅です。私は事情があってこの駅で降りることにしました。ここで降りたのは10人か15人ぐらいだったかなと記憶しております。お客さんが降り切ったのを確認したら、車掌さんがすぐにドアを閉めて発車していきました。楽しみにされていた方には申し訳ないんですが、終点の1個前の西明石で降りました。明石で降りた人はそんなにいなくて、結構みんな西明石まで乗るんですね。1時35分発、多分日本で一番最後に列車が発車する駅になると思うんですが、意外と皆さん意識がある人が多くてね、多分今日が金曜日じゃなかったからというのもあると思うんですけれども、西明石は寝る場所がないですからね、やむを得ず明石で降りました。当然ですけど、もうガランとしております。山陽電車の乗り場はもう当然のようにシャッターが閉まっていますね。1時35分とかそれぐらいですからね。コロナ禍前であればね、いくら月曜日といえども終電はもっと人が乗って叱るべきだと思うんですけれども、大阪からの終電ですからね、確かにこれぐらい少なくなっていれば終電を JR 西日本が繰り上げる判断をしたのも不思議ではありません。20分ぐらい繰り上げたところで確かにね、影響を受ける人はそんなにはいなさそうですね。ということで、ご視聴くださいましてありがとうございました。